せーの、カンナギラミッツです。よろしくお願いします。はい、今から、5月11日のカンナギ東京定期公演ライブポットトーナメントをネット中継を見たいと思います。はい、朝日です。5月の11日ライブフォトトーナメントのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。この前読んでいきます。はい、友人ありがとう。チェキ買ってくれて、今日も買ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったし、この日に公演とも会いに来てくれて本当に本当に嬉しかった。友人も忙しいのにさ、朝日のこと優先して一番に考えてくれてすごいすごい嬉しいです。なんか友人の中の好きな人ランキングの1位になれたら嬉しいなと思ってこのチェキを送ります。いつも朝日のことたくさん見ててくれて本当にありがとう。はい、5月の11日ライブフォトトーナメントのチェキを買ってくださって皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、今から5月11日2部のネットチェキ買ってくださった方のお名前読んでいきたいと思います。はい、じゃん、彩乃ちゃん、ありがとう。嬉しいな。また買ってもらえてすごくすごく嬉しかったですね。はい、なんか結構最近よく会えてたっていうか、まだ大阪に大阪のライブの時があったら意外と会えてる気がして、前のこの今撮ってる時はね、全然あやのちゃんに会った後だったのでね、すごいあやのちゃんに浸ってますね、犬のさんは。はい、なのでまた早く会いたいなっていうお気持ちです。なのでめちゃくちゃ可愛くチェキにしてるので、これはこのチェキはちょっとケースに入れれる案件のチェキになってますね。はい、なのであそこのチェキ更新してもろて更新してもらってこれになってたら嬉しいなって感じですね。多分これいい感じでね、入るかな。なんかどのくらいのね、ケースがどのくらいの大きさなのかわかんないんだけど、ちょっとこれはねいいのかなと思うので、ぜひまた会った時にこれしてるよって見せてくれたら嬉しいです。ありがとう、あんちゃん。はい、イリナのネットチェキ買ってくださった皆様ありがとうございました。次ではネクスト。はい、5月11日定期公演2部のネットチェキ読ませていただきたいと思います。まずはひょうちゃん、ありがとう。はい、ダイヤの7ということで、なんだろうね、7って僕のナリスの漢字の最初の名が7なんですけど、知ってると思うんですけど、だからね、その僕みたいな感じのね、ちょっと胸に手を当てている感じのチェキにしてみました。これはね、9衣装でもやったことあるかな、ちょっとやったことあったかどうか覚えてないからさ、ちょっと見てみてあった、もしかしたら新しいかもと思ってやってみました。楽しみに待っててください。ありがとう。お次、エルドちゃん、ありがとう。はい、レコーチェキの親愛呪縛、デコ×呪縛ということで、デコ呪縛ですねデコ呪縛って何って思ったんやけど、まあでもね、ここ上と下にね、鎖の絵を描いております。ちゃんとここにデカデカとデコ呪縛って描いてるし、おでこもあるし、あ、おでこはあるんですけど、おでこも見せてるし、ここにね、ちゃんと足りないのアイ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 のところのハートマークをつけてみました。届くの楽しみにしててください。デコで縛るってなんだよまあエルドッちゃんがおでこ好きっていうのは分かったので嬉しかったです。ありがとう。これからもね、ちょくちょくおでこ出す時も増えるんじゃないかなと思います。梅雨の時期は特に。はいということで、僕のネタチェキ買ってくださった方ありがとうございました。それではネクスト。はい、5月11日のフォトトーナメントのリンのチェキ買ってくださった方の名前を読ませていただきます。ナルピー、ありがとうございます。はい、雨傘うまく描いてみたつもり。なんか写真ね、どんどん上達しないとって言ってるけど、気持ちが嬉しいです。これからもたくさんたくさんね、リンのことをね、撮ってくれる
ために技術を上げてくれてるんだって思うのがちょっと嬉しかったりします。いつもありがとう。はい、ということでリンのチェキ買ってくださったナルピーありがとうございました。ネクスト。はい、皆さんこんばんは、あいねです。今から5月11日の、ライブフォトトーナメントネットチェキを見たいと思います。まずメグありがとう。ネットチェキ買ってくれてすごい嬉しかったです。もう気合を入れて撮りました。今回はね、椅子が近くにあったからそこにもたれて撮ったんだけど、デジタルチェキも買ってくれてたよね。本当に嬉しかった、ありがとう。いっぱい私を届けられるよ。だからね、マスクがないじゃん。だからその分めちゃくちゃ見てもらえる表情とかを、だからちょっと普段はあんまり見せないけど、あの特典会では見せないけど真顔のチェキを撮ってみた。結構クールめなチェキです。楽しみにしてほしい。お姉さんの私好きやろありがとう。はい、お次がツタありがとう。こっちもリクエストもらってました。座りチェキ、座りチェキが本当にガチで座るのかしゃがみでいいのかが分かんなくって、一応しゃがみにしたんだけど、しゃがみの方がもらえるからさしゃがみにしたんだけど、気に入ってもらえたら嬉しいです。ツタはね、身長が私とちょっと高いぐらいだから、いつも上から見下ろしてくれるじゃないですか。だから私も自然にツタを見上げる感じになるんだけど、しゃがみってあんまりないし、2人でも撮ったこと全然ないと思うから、すごい新鮮だなと思いました。いつも可愛いアングルで私を見てください、ありがとう。はい、お次ラストが千秋ありがとう。はい、今回はライブフォトトーナメントにちなんでカメラマンのチェキということでリクエスト答えてみました。近くにチェキがあったのでチェキを持ってカメラ風に撮ってみたんだけど、どうかな。なんか私ライブで写真撮れるの本当にすごいなと思ってて、千秋は自分じゃ上手くないって言ってるけど、すごい上手いと思うよ。めちゃめちゃ私の良さを引き出してると思う。さすが私推しやなって思うもん。でもね、そういう頑張って撮ってる千秋の写真とかも私も欲しいなって思っちゃう。私はさ、千秋の写真撮れないじゃん。だからさ、ナルピーとかに頼もうかな千秋の頑張ってる姿今度撮っといてって言って、いつもありがとね。また写真とか撮影可能ライブあったら楽しみにしてるね。その度にありがとう。はい、以上です。アイヌのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、今回も東京定期たくさん買ってくださりありがとうございました。それでは以上、私たちカンナギラビッツでした。ありがとうございました。バイバイ。